皆さんどうもこんにちは、ミスターフッカーです。Hello guys, this is Mr. Fuku. はい、どうも。今までね、細かくね、分けて、メインメロディやって、サブメロやって、ハイハットやって、キックやって、エイトウェイトやってきましたね。で、今日はですね、今回の動画では、最終的にもう曲を作ると。もうこの素材が出来上がったので、料理のね、具材があると。じゃあ、あとは最後、クックして、料理を作っていくと。感じですね。で、今までね、今細かいこと省いてきたんで、ちょっと、今回の動画少し細かくなると思うので、で、もし、これの作り方が、めっちゃ噛んじゃう。これの作り方がね、わかんない方は、前の動画を参照してください。はい。で、今、とりあえずね、こんな感じになってます。まあ、ハイハットとかちょっとね、あるものを使ったんで、なんか、吐いたときみたいな、パシパシパシみたいな、すごい音になってるけど、まあ、これは気にしないでください。で、今から、変えていきたいと思います。はい。そうだね。まあ、いろいろやっていくんだけど、で、まず、808、これ、低音ですね、ボンボンボンってやつ。これがね、いらない音があるんで、これ消していきたいと。というときは、まあ、イコライザーっていうのを使います、イコライザー。まあ、イコライザーっていうのは、なんか、なんて言うんだろう。なんかね、高い音から低音っていうのをコントロールするやつですね。だから、こう流してみると、これ出てくるんですよ、これ。これますか、これ。これは全体、これ高い方ね、こっち。ローパスか。ローパス、ハイパスって感じですね。で、ここ消していくと。これ、村の音いらないから、この高い方のパチパチってるの。あんま消しすぎるともう聞こえなくなっちゃうから、これちょっと意識しながらやっていきましょう。で、低音、カードが欲しいんで、ここね、一番カードが、これは大事なんですけど、でもありすぎてもちょっと音がね、低すぎて耳が邪魔してくるっていう場合もあるので、まあ、ここもいい感じに調節しながら、このデシベルかな、をいじりながらね、気持ちいいとこ探すと。で、こっちももちろん消しすぎると音が消えちゃいます。はい、気持ちいいとこを探すということですね。まあ、同じことを、やっていきます。まあ、ここ飛ばしましょうか。同じことをね、キック、ハイハットにも全部やっていきます。はい。後から、まあ、内容を見せるので、はい。また後でお会いしましょう。はい、皆さん戻ってきました。で、今、このキックですね。キックの、キックって言ったけど、キックのね、こんな感じにしました。はい。で、まあ、808さっき見せたんでいいですね。で、ハイハットはどんな感じかっていうと、これ。この FX はこれですね。おぉ、こいつはちょっと違いますね。で、ハイハットも今こんな感じになってます。ちょっと、この、高い方ですね。こう、カチカチ、ちょっとうるさすぎたんで、少し消してます。こんな感じ。これを聞いてみましょうか、一回。はい、こんな感じです。はい、じゃあ今回の動画はこれまでですね。まあ、調節編でしたね。まあ、イコライザーとか使って。はい。はい、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。See you guys in the next video. Bye. Yeah, summer climb. Not even climb. Yeah. Where am I? No one tell me right way. You just die, now I'm standing there dead. Where am I? No one tell me right way. You'll die, weren't mine.